よし。わかったよ。とりあえずその妖怪たちを連れてくればいいんだよね。3種類ヌメヌメした妖怪と友達になれたら私に教えてね。何ですか、3種類のヌメヌメした妖怪というのは。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでメインの方を進めていきますか。過去の世界の高城邸に行こうってことで、昼の今高城邸に向かおう。来たよ、久々に。あ、どうも、ウスタさん。あ、でも目的はこっちか。あ、そっか、ウスタさんのサブクエストもメンバーあったね。後からやろう。うん、いつき、タエ。ああ、ヨウシン、戻ってきてたのか。他の世界はどうだった？あー、すっげーよ、いつきにも見せてやりたいな。そうだな、いろいろ落ち着いたら俺も見てみたいな。きっと金持ちのいつきでも見たことないものがいっぱいあるはずよ。もちろん。あ、そうだ、頼んでいた幕の王って見つかった？うん、うん、有星家の蔵の中にあったよ。古くて私は全然読めなかったんだけど、今の時点で古いのか。ウスタさんが手伝ってくれてちょっとだけ解読できたの。はい、これがその巻物だよ。古びた巻物を手に入れたな。あ、その巻物によると黒い太陽っていうのは相当ヤバいやつらしいぞ。うわ、怖い怖い。そうみたいですね。タエ様の巻物をお調べしましたところ、黒い太陽というのは古来より存在し、この世界に最悪をもたらす何かのようでうつ。え、世界に最悪をもたらす。なるほど。そういえばカイラさんも前に新たなる最悪が目覚めたって言ってたね。人間界で起こった数々の最悪、疫病や天変地異なども黒い太陽のせいではと。それでその黒い太陽は結局どうなったんですか？申し訳ないでうっす。残念ながらこれ以上の情報は得られず、どうやらアルフシカルに語らないと解読できないようです。どういうこと？ごめんね、私はまだ妖術師見習いだから古い文書の読み方とか教えてもらってなくて。日本語で書かれてないの？気にすんなって、俺まだ基本の妖術しか習ってないしな。とりあえず巻物も手に入れたし、うちのボボのところに行ってみよう。俺たちも妖魔界に行って閻魔舞踏会についての調査を進めておく。頼んだぞ。そっちは任せたぞ、シン。うん、また会おうな。妖魔界に行くの？イツキとタイガ。なるほど、扉はちゃんと使いよんやね。さあ、とりあえず、あれ、ウサさんのマーク消えたけど、とりあえずあれ、なんか普通にあれじゃない？ウィスパーやったっけ？マークウィスパーでしたっけ？ウスタさんじゃなかった？ちょ、待ってね。とりあえず、錆びついた自転車。過去の桜本町で妖怪探偵団を待っている人がいるらしい。昼の間に高城邸の前に行ってみよう。もうすぐそこやね。過去でのメインストーリーはそんなに多くなかったっぽい。もしかして君かい？いや、違うね。ああ、誰か。あれ？その自転車はどうしたの？これ、真の自転車なの。もしかしたら必要かと思って持ってきたんだ。へえ、いい自転車だね。真に伝えておいてくれるかな？自転車用意しておいたよって。あ、じゃあこれで、何？あれ？真に切り替えればいいってことかな？ちょっと待ってね。芯に切り替えて、これでオッケー？うん、芯、必要かと思ってこれ持ってきたよ。ありがとう。俺の自転車、ありがとう。たえ、でもちょっと問題があって。ん？問題？何が問題なの？実は長く使ってなかったせいか、チェーンが錆びついて動かなかったって。そこちゃんとしてくれてないの？あー、確かにずっと外に置いといたから ね。なんとか錆びを落としたいんだけど、芯、手伝ってくれる？タイが真の自転車を準備して持ってきてくれた。でも長く使ってなかったせいか、チェーンが錆びついて動かないみたい。なんとか修理して乗れるようにしよう。オッケー？うん、もちろん、そもそも自分の自転車だし、用意してくれただけでも十分なのに、修理までしてもらったら罰が当たっちゃうよ。うん、二人で自転車を浮かせるように頑張ろう。とは言ったけど、自転車の錆びってどう直せばいいのかな？
まずはヨロズヤにでも行ってみる？もしかしたらサビ落としが売ってるかも。ね。あ、そうだね。ちょっとヨロズヤを見てくるよ。サビついた自転車発生。クエストを進めてみよう。うん。サビ落としくらいヨロズヤに売ってるはず。ヨロズヤ、ヨロズヤ。なるほどね。なんかそのキャラクターじゃないとクエストが進まんとかそういうのが結構あるんかな。ちょ、待ってね。よいしょ。キュウリ。いらっしゃい。なんかお探しかな？すみません。自転車に使えるサビ落としって言ってますか？自転車のサビ落としか。残念だけどこの店では扱ってなくてね。そうですか。どうしようかな。ここら辺の店じゃどこも売ってなそうだし。いっそのこと自分で作った方が早かったりして。なんつってな。自分で作る。俺たちでも簡単に作れるものなのかな。サビ落とし。よし。タイなら物知りそうだし、何か知らないか聞いてみよう。あれもしかして真に受けて。ありがとうございます。なんとか頑張ってみます。なんだかわからないけど頑張ってな。でもさ、サビ落としなんて自分で作れるのかな。とりあえずタイに事情を説明しに行こう。タイちゃんが知っとんやったら、そもそも買いに行けみたいな話にはならんのじゃない。私作り方わかるようで終わることない。ねえ。どうだった？残念だけど、ヨロジアにサビ落としは売ってなかったよ。そっか。どうしよっか。ヨロジアのおじさんが言ってたんだけど、サビ落としくらい俺たちで作れないかなって。ね、作れないにしても他のもので代用するとか、何か方法ないかな。そんな簡単に作ったり代用したりなんか。いや、できるかも。本当に？どうすればいいの？今思い出したんだけど、有星家に伝わる知恵でこんなものがあってね。3種類のヌメヌメした妖怪が力を合わせるとね、どんな汚れも落とすことができるんだって。へぇ、3種類の妖怪のヌメヌメした妖怪か。どんな汚れも落とすって。もしかしたらその力で自転車のサビも落とすことができるんじゃないかな。そんなのうまくいくのかな。汚れとサビってなんか違う気がするし。まあまあ、物は試したから、やってみようよ。わかったよ。とりあえずその妖怪たちを連れてくればいいんだよね。3種類ヌメヌメした妖怪と友達になれたら私に教えてね。何ですか、3種類のヌメヌメした妖怪というのは。なんかヒントないの、ヒント。見つけられたということで。誰なの、3種類のヌメヌメした妖怪って何がおる？今のところおらんのかな？誰もヌメってないよね。あ、コマジローとかは？コマジローとかは違う？でも3種類なんよね。ヌメヌメしとるにしても、まあ、あと2種類必要ということで、なんだ、結局、途中じゃねえか。ってことは、とりあえず、未来に行きますか。未来の、妖怪探偵団事務所、おばぱに店に行こう。はい、到着。ちょ、待って、とりあえずふみちゃんに変えとこうっと。さあ、行くぜ。ふみちゃんになった途端にカッパが。あれ？あゆみちゃんは雨の日には外にいないのね。おお。あ、ひなり戻ったのか。して、あれ欲しくて巻物は手に入ったのか？うん、もちろん。バッチリだぜ。これが預かってきた巻物だ。ほう、どれどれ。どう？なんと！なになに？黒い太陽とは。古くより妖術師の間で語られてきた妖怪のこと。その妖怪の名は空泣き。憎悪より生まれし悪しき存在じゃ。妖怪のことなんや。黒い太陽。空泣き。それがあの夢に出てきた黒い太陽の正体なのね。奴は心の底にある恨みや悲しみにつけ込み、その者たちの心を惑わして支配する力を持つ。心を惑わす。まさか本当に妖怪の生徒はな。恨みや悲しみにつけ込むなんて卑怯な奴。しかも空泣きはかつて多くの妖怪たちを操り、妖魔界を滅亡直前まで追いやったそうじゃ。妖魔界を？だが巻物によれば、空泣きは後にその邪悪なる力を封じ込められたそうな。誰に？はぁ。なんだ、じゃあ今はもう大丈夫ってことだよね。いや待て、続きがあるようじゃ。まさか悪いニュースじゃないよな。復活したってやつ。そのまさかじゃ。なんと空泣きは今から遠くない未来に復活してしまうやもしれぬ。まだ復活してない。でももう影響出とるよ、黒い太陽。なんで？だって封印されたんでしょ？復
活したらどうなっちゃうの？世界はあらゆる恨みや憎しみ、そして絶望を飲み込まれていくことじゃろう。今はまだちょっとしか影響が出てないってことか。どうすればいいんだよ。残念じゃがそれを食い止める術はこの巻物には書かれておらぬ。そうか、もしかしてカエル様が言っていたのはこのことなんじゃないかな。トーマ、どういうこと？いや、世界を救うことができるのは妖怪探偵団と伝説のお手伝いだって言っていたよね。うん、ソロナキが復活しようとしているから僕たちお手伝いが集まったのかもしれない。それを食い止めるために、世界を救うために。うん、確かに妖怪ウォッチはこれまでも数々の危機を解決してきたと言われておる。もしかすると御師らの妖怪ウォッチが導く先にソロナキの復活を止めるための答えがあるやもしれん。おお、妖怪ウォッチが導く先に。って言ってもな、結局今すぐ何かできるわけじゃなそうだな。でも最近の妖怪たちの暴走は空泣きの影響の一つってことなんだよね。ああ、その可能性が高そうだ。ひとまずは怪奇案件を追って情報を集めるしかないか。そうだね。とりあえず今日は一旦解散しよう。何か変わったことがないか俺も調べておくよ。じゃあまた明日な。あれは？ハルヤ？視点同時よね。様、ご無事ですか？に、え、もう散った。なになに、わらわ、逃げるわけにはいかぬ。何言ってるかわからない。黒い太陽を倒すのじゃ。誰？あれが姫？あ、夢か。また黒い太陽の夢。過去の記憶ってことかな。黒い太陽。空泣き。あれはやっぱりただの夢じゃない気がする。もしかして本当に現実の。燃えているお城。どこだろう。あの場所、知ってるような気がするのに。妖魔界じゃない。知りたいか？お前の夢の正体を。坂見くん、どうしてここに。まだ坂見くんって読むんや。家くらいわかるさ。俺たちクラスメイトだろ。クラスメイトの家なんか全然知らんかったけど、友達しか。その夢の意味、知りたくないのか？知りたいんなら扇公園に一人で来い。ちょっと待って。なんで夢のことを。あ、言っちゃった。本当に夢の正体を知っているの？坂見くん。視点同時なら、空泣きについても何か知っているのかもしれない。扇公園だったわね。うんうん。お、夏目にソーサバトンタッチ。坂見くん、本当に夢のことを知ってるのかな？うん。確か扇公園に来いって言ってたよね。あ、バク？ちゃんとしとんやね、そういうの。あれってか、ついてきよるのが普通のウィスパーや。なぜ？こっちのウィスパーではないのね。玄関はどこだったかしら、ここか。もう家の仕組みがわからんね。はあ。来たか。うん、どうしても気になって。ねえ。あの夢の正体、本当に知ってるの？坂見くんが何か知ってるなら教えて。あの声の人は誰？あそこは一体どこなの？お前は燃え盛る城で、まがまがしい何者か戦っているのではないか？そうだな。その相手は空泣き。夢の中では黒い太陽と呼ばれているかもな。え？やっぱり空泣きのこと。なんで坂見くんがそこまで知ってるの？やはりか。え？坂見くん？お前の夢の正体、知りたいんだろ？おお、びっくりした。ならばお前の真の力を示せ。さあ。俺が全てを教えてやる。さあ、始めようか。え、戦闘ですか？主天道士が現れた。なんなん、あやめちゃんの時にはあんなになんかね、めちゃくちゃ信じ込んで、
崇拝までしとったくせに。真実を知りたいなら全力で俺にかかってこい。ちょっと待って、坂見くんと戦うつもりは。やのに夏目の場合は全然新人のやね。どういうことやね。みんな変化ガード。キャー、よし、いけ。コマさん落下犬岩石。そしてメラメラ獅子剛剣。助かった。ここはもう技を使ってしまっている。いいね、やるじゃないか。さすがだな天野さん。からかわないで坂見くん、もう十分でしょ。俺が見たいのはもっと本気の姿なんだけどね。おお、なになになに、強制終了ですか。まだ足りないか。何、向こうも変わっとった。そんなもんじゃないだろう。そろそろ本気でかかってきなよ。ちゃんと真面目にやらないと俺には勝てないよ。結構ダメージ受け取ってん。私はあなたと戦いに来たんじゃない。ただずっと見るあの夢の正体を、私のことを教えてほしいだけ。ほらほら、だから俺に勝ったら全部教えてあげるってのに、本気で戦ってくれないと。こっちも、うん、姉ちゃん、ケイスケ、なんでこんなところに。あいつは何、弟だよ。本気で戦わないと言うなら何、人質。これでどうだ。あ、弟だ。ケイスケ、何、どうなったの。やはり、なになになに、服が変わったんですけど。姉ちゃん、角がこれやん。あの赤いやつ真ん中におった、あのエンマと誰やった、もう一人カイラ。やはりあなたでしたか。あなたこそ我らが鬼族の姫よ。ああ、四天童子。ほう、我が鬼族の末裔か。はい、数々のご無礼をお許しください。すべてはあなたの覚醒のため。何、わらを呼び起こすためにこの者を犠牲にしようとしたのか。あなたがいればこんな人間などこんな人間だと。四天童子よ、この者に手をかけようとしたこと、その身をもって償うがよい。あ、悪い人ではないんやね、覚醒しても。え、戦うのマジで。これ今度は余裕でいけてしまうんじゃない。一人かい、こんな形で呼び起こされるとは最悪の目覚めだな。姫、静まりください。私はあなたと戦う気など、めっちゃ戦う気まんまやないか。てい、ほら超攻撃してくるやん。どこどこどこ、あ、おった。てい、うわ、あっという間やん。こわ、夏目、こわ、ほら超戦う気やん。天候漆黒闇の術、へい、おおお、天候、やはりお強い。四天童子様、ここは私にお任せよ。構わん凍結、お前は下がっていろ。全然体力減ってないもん。なるほど、漆黒闇の術は溜まるまでにちょっと時間かかるやん。しかもほら YP もねめっちゃ回復していきようよね。はっ、ほどにもない。おお、すげえ。そしてめっちゃ動く。はい、勝利、かっけえ。 お金めっちゃ持っとるやん、四天童子。この凄まじいお力、さすが鬼族最強の王と謳われたお方が。無礼者めが。四天童子よ、
二度と我が同胞に手出しはするな。人間の身で力を使いすぎたか。おう。え？あれ？姉ちゃん！姉ちゃんだよね。大丈夫？これからはポンポン出てくるんかな。大丈夫みたい。ケイスケこそ怪我はない？はぁ。俺は大丈夫。姉ちゃんが守ってくれたからさ。はぁ。よかった。あれは、さっきのは私がやったことなの？記憶はあるの？うん。多分。でもあれは誰か別の人みたいだった。姫。これまでの無礼の数々、お許しください。姫！我らが鬼族の姫よ。姉ちゃんが姫？どういうことなの？先ほどのお力はまさしく姫のもの。無理もありません。味方になるんか？わからないのも無理はありません。まだそのお力は完全には目覚めておられない様子。だって一応鬼族の姫、なんかすげえ悪いやつなんかと思ったら弟を守ったりとかしよったけんさ、味方になる可能性が高いよね、この二人。姫としての記憶もまだ思い出されていないんでしょう。姫。姫とは、エンマが妖魔界を滑るよりずっと昔に、君臨していた鬼族最強の王、シュカ様のこと。あなたはその生まれ変わりなのです。あなたこそ。今こそ我ら鬼族の時代を復興するとき、あなたこそが妖魔界を支配するべきお方なのです。お供いたします。妖魔界を鬼族の手に取り戻しましょう。急にそんなこと言われてもよね。やだ。お断りよ。私、妖魔界に支配なんてしない。姫とか鬼族とか妖魔界だとか、そんなの私には関係ない。うん。そんなことのためにケイスケを巻き込もうとしたのなら、なおさらよ。しかし。姫。支配、しません。それに私は姫じゃないってば。天の夏目、普通の中学生なの。さ。ケイスケ、帰るわよ。うわ。あ、うん。そん。やっと見つけたというのに。私は諦めませんよ、姫。またストーカーみたいになるんかな、ハリア君って思ったらおった。姫！おはようございます、姫。やっぱりあの時と一緒や。貴様！夏目さんに近づきすぎだ。ナイトであるこのミッチーが成敗してくれる。黙れ、この雑魚が。はっ！ははっ。下がるんかい、それで。貴様ら。この方をどなたと心得る。最強と歌われた鬼姫、シュカ様の生まれ変わりだぞ。なんだ？夏目が姫？お？夏目さんが姫ってことは、もしかして父親の俺は王様？おい。お前は何の関係もない。ただの普通の人間だ、小僧。ちょっと。ケイタ君は私の大事なお父さんなんだからね。仰せのままに。失礼しました、お父様。お父様。ずいぶん素直だな。姫、よくお聞きください。あなたの持つ鬼の力はとてつもなく強大です。姫があの時覚醒の兆しを見せ、そのお力を示したことで、黒い太陽、空の日あなたを狙いに来るかもしれません。そんな、どうして？空の日の目的は世界の滅亡。覚醒した姫の力を取り込むば、それも可能でしょう。世界を滅ぼすほどの力。しかしあなたは今の状態ではまだ、姫としての力を自由には引き出せないはず。妖精剣を集め、儀式を行ったとき、最強の鬼姫シュカ様として、真に覚醒なさるのです。妖精剣ってそのためのものだったのか？って急にいろいろ言われても信じられるかよ。うん。そやつの言っていること、おそらくは真実であろう。何？いつもなんか聞いてるの話。また邪魔な奴が。ああ。お前たちに新たな知らせがあってきたのだが、酒呑童子の話、聞かせてもらった。夏目がシュカの生まれ変わりとは、にわかには信じがたいが間違いなしそうだ。夏目の覚醒した力の反応、風神と雷神からも報告を受けた。おい。姫の力を狙っているんなら失せるんだな。ふん。今敵対するべきは私ではないぞ、四天童子。赤き光。シュカについて調べるうちに、まさか空泣きに行き着くとはな。カイラ様の空泣きを知っているんですか？ああ。伝承に出てくる最悪とも言うべき妖怪。遥か昔に封印されたはずだったのだが。
ここ最近起きていた妖怪たちの暴走は、空泣きの影響とみて間違いないだろう。あの袋に残された容器も、電子音通りのようだった。ふーん。あいつでも役に立つことがあったのか。調べによると、空泣きの妖力に取り憑かれた妖怪は、神魔と呼ばれる存在になるようだ。ふーん。心を失い、体を蝕んで、ただ全てを破壊するだけの存在へと変貌させる。まさに空泣きウイルスとも言うべき病魔だ。この件、風神と雷神に急ぎ調べさせているが。そうだ。待ってカエラ様。その件、私たちも調べさせてもらえませんか？私も何かしたいの。ただ待ってるだけじゃ何も解決できないし。よし！妖怪によるおかしな現象。それを調べるのが妖怪探偵団だからな。行きましょう。ならば私も行きましょう。やっぱり仲間？お供いたします。たとえ地の果て海の底までも、あなたと共に。いや、それはちょっと。ひいとるやん。ではこの辺りはお前たちに任せよう。神魔妖怪の反応が3件ほど確認されている。頼んだぞ。今までみたいなやつってこと？神魔妖怪。頼んだぞ、妖怪探偵団。あの、取り憑かれとるようなやつ。酒呑童子がしばらく姫の護衛として同行することになった。姫の護衛として。ケイタたちと合流した。どうケツは来ないの？なあなあ、神魔妖怪ってどうやって探せばいいんだ？ほぼ特製の龍馬レーダーなら、そういう容器を探せるんだ。すっげえ。そんなものまであるのか？未来ってすっげえなぁ。ていうか、ボボさんがすごすぎるんですけど。まあね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、どうなんやろう？あれって、主家として、本当に覚醒した時っていうのは、夏目の存在はなくなるの？それとも自由に切り替えれるようになったりとか、人格が変わったりとかそういうこと？ちょっとよくわからんけれど。